ピンです。内川連ちゃん中日本、おっと、いいハイパイ来ましたよ。まあまあですね。まあまあですか。まだ疑ってた方がいいですね。こちらはドラドラの登場です。登場がいいですね。マンズで一メンツ。EP あたりから切るとね、いいんですけどね。ドラを固定するという一打もありましたかね。こちらはユーで三層アンコ、ハクトイツ、パーピンコイツ。軽い手ですね。だこういう軽い手を早めに上がりたいんですよね。あの軽い手の人は。サッと仕掛けてパッと上がる。サッと仕掛けてパッと上がるっていうね。ただあの小さい寒小さいが言うはね、ね、急所なんで。そうですね。ここから小してもいいぐらいですね。あ、トイトイか。ゴツゴツしてきた。仕掛けても高くなるかもしれませんね。はい。だポン材から4万とか、パーピンとかからポンって、このパーピンとか、していくんじゃないですかね。鈴木優は比較的、風呂、ポンやチーが多めの選手ではあります。リージ率も高いんですよね。とても面白い選手ですよね。基本的にやっぱ参加率が高いっていう感じなんですかね。そうですね。ブーロ率高くてリーチ率高いっていうのは相当参加してるってことですね。さすが戦闘民族、よく声を出してるってことですね。はい、はい、おっと急所入った内川点だ。チャンスです。まだ油断できないね。まだ疑ってかかっちゃいます、この手は本物なのか。パーピンポンなんですけど、パーピン出る、ポン、優がポンする、切るのはチーピンか、これでイーシャンテン。なんとかトイトイまでね。ハク出た。連続ポン。これでカンチーソー待ちのテンパイが一旦入ります。チーソーは松ヶ瀬が1枚持っていて場には出ていません。山に残り3枚。あれ出ることはない。出ない、この時点ではないか。ただ急走2枚見えてるんで次チーソー引いたら危ないですけどね。うーん、2つ仕掛けを入れて優がテンパイです。パーピンポン、ハクポンと入れてきてカンチーソー待ち。8万は何枚あるんですか。8万は、山に3枚いますね。3枚ですか、はい、じゃあカンパーマンでリーチしても結構部があるってことですね。内川がね、はいはい、松ヶ瀬が2面3面ちゃんのイーシャンテンになりました。あ、フリテン、イーマン捨ててます。あ、カンパーマン外していく。さあこちら2つ仕掛けを入れている鈴木優、他3社から見て点数は高く見えますか、安く見えますか。パーピンポンの後に手なりで動いているように見えるんでまだ高いと。おお、来た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 、フリテンリーチ。親番内川リーチピンフイーペーコー赤。高いですよこれ積もると。はい、フリテンなのでローン上がりができません。ということは上がるときは自動的に積ももついてきて万願以上が確定してます。ユーはもう押すしかない手なんだね、これ。安全牌、あ、4万があるか、若干かん。なるほど、中筋ですね。さあ、山に3枚、内川どうだ。上がれると大きいぞ。チーソーは？チーソーも3枚です。3対3。3対振り手の3。あ、そうか。はい。3対3は五分とおっしゃるのは分かるんですけど。振り手だからね。振り手は振りですよね。内川の町はイースーマン町、しかし自身の捨て牌に1万を切ってしまっているので誰かから1も4も切られても上がれません。これは何で回る可能性があるんだろう。ユウ選手ですか。リャンピン、ドラ、ドラはちょっと簡単には切れなさそうですよね。スピン、うわ、これもやだな。これ一つぐらいいく。自分の町に、ね、自信ないんでね、パーソー打つ手はありますよね。いや、これ言ったら男の子だけどね、行かないね。ここは冷静にパーソー。その後4万ですか、手順としてはね。かもしれませんね。これはチャンスですよ、内川。どうだ、相手が道を譲ったぞ。パーワン来ないで。鈴木優が今一旦テンパイを崩しました。ドラドラの登場、イーシャンテン、急走とリアンソー切れるか。急走は切れますね。道場は9層ぐらい行きますね。あらららららら、見えてるところここは慎重に行きましたね。9万ないんだ。9万4枚見えてたんだ。うん、しかしフリテンリーチとは読めないな、これはな。ちょっとリーチ早すぎるからね、この速さでフリテンってあんまりないんでね。あ、ショックだろうな、積もらえたら。皆さん、そうですね、あ、じゃあ行けばよかったってなりますよね。優にもし上がりがあればですよ。パーワンリャンピンは残ってそうな感じありますよね、特にパーワン。これでまたイシャンテンに取りますか。
どうしますか。急走。急走も行かない。ずいぶん慎重ですね今日ね。はい、チャンスはまだ先にありと見ているか。ああ、シャーチャーか。ギャンミンになったらスーピン。あ、現物になったから数層が。なるほど。スーピン押しました。鈴木優が押しました。これでスッチー総待ちのテンパイ、内川のリーチの現物待ちになっています。山には3枚いるか。しかし内川が単4、最後の4番だ。6000は6200。特大の上がりが決まりました。リースも単4ピンク、いい抵抗、赤の6000オール、日本馬もついて大きな大きな収入です。気持ちいいね。グリテンリーチの4万の方ですからね。と高い方で積もりました。さあ集中しきっている、いい表情を見せている近川幸太郎です。